アンダマン海の一アンダマン海は、インド洋の沿海で、マレー半島とアンダマン諸島、ニコバル諸島との間の海。約1200キロメートルの海岸線、650キロメートルの東西の幅、79万7700平方キロメートルの海面、平均870メートルの深さを有する。最深部は3777メートル。風光明媚なことで知られ、 周辺の島々や海岸にはリゾート地が建設され、マリンスポーツが盛んである。著名なリゾート地としては、南東部にプーケット島やランカウイ島がある。北部はマルタバン湾となり、南部はマラッカ海峡に接続する。西部のアンダマン諸島、ニコバル諸島のほか、東部のミャンマー沿岸にはベーシ諸島がある。 アンダマン海の地質構造をアンダーマン海ができたのは3、400万年前であるとされている。ユーラシアプレートの一部であったスンダとビルマという二つのマイクロプレートがインドプレートのユーラシアプレートへの衝突を機に、この頃トランスフォーム断層を形成したことで海洋定が拡大した。現在、アンダマン諸島に唯一の活火山があるが、これはインドプレートがスンダ海溝を境に、 アンダマン諸島の下に潜り込んでいるために生じたマグマの活動である。ありがとうございます。